ナンバーアンダーラインアイの国際進出に懸念の声。海外活動での不安と期待が渦巻く。ナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイが国際的な進出を果たしたことに対する反応は賛否両論です。グループは世界的な注目を浴びながらも、その反応はまだはっきりしていません。2023年11月。 ナンバーアンダーラインアイは世界的な雑誌であるナイロンジャパンに登場しました。この出来事は日本国内で大きな話題となり、雑誌の売り上げも上位に食い込むほどの成功を収めました。しかし、海外での反響については情報が少なく、一部では不安の声が聞かれます。しかし、一部のメンバーが海外のイベントに参加し、そこで成功を収めた報告もあります。 例えば、翔くんはルイ・ヴィトンの香港でのショーに参加し、地元のファンを沸かせ、現地のメディアにも注目されました。こうした活動がグループの知名度向上につながることが期待されています。一方で、グループの発表イベントがキンプリの思い出深い東京ドームで行われたことには一部で批判的な声が上がっています。 人々はキンプリとナンバーアンダーラインアイの活動が混ざり合うことに懸念を抱いています。また、具体的な国際進出計画が明確にされていないことにも不満を抱く人々もいます。しかし、ナンバーアンダーラインアイを応援するファンからは多くの声が寄せられています。彼らはグループ名の意味やメンバーの結束力に期待を寄せています。特に、岸くんが加わり、 3人で新たなスタートを切ったことに対する歓喜の声が多く聞かれます。一部のファンは、キンプリとナンバーアンダーライン愛の両方を応援する姿勢を示し、どちらも成功してほしいと願っています。ナンバーアンダーライン愛の国際的な進出に対する期待と不安が入り混じる中、ファンは彼らの成功を心から願っています。 彼らの今後の活動にますます注目が集まることでしょう。果たして彼らは世界の舞台でどのような活躍を見せるのでしょうかそれに対する皆さんの期待は高まるばかりですね。あなたはこのまま成功への道を突き進むナンバーアンダーライン I にどのような期待を寄せていますか彼らの海外での活動が彼らにどのような影響をもたらすのか 皆さんの予想は何でしょうかぜひ、あなたの考えをお聞かせください。2024年、ナンバーアンダーラインアイグループは国際的な注目を浴びながら、様々なイベントや活動を展開していきました。彼らの活動は多様で、ファンにとっては非常に興奮をもたらしました。まず、 ナンバーアンダーラインアイは世界各地でのコンサートやライブイベントに積極的に参加しました。彼らのダンスパフォーマンスや楽曲の魅力は国境を越えて多くの人々を魅了しました。アジア、ヨーロッパ、アメリカなど様々な地域で行われた公演では熱狂的なファンが集まり会場は一体となって盛り上がりました。さらに、 ナンバー・アンダーライン・アイは国際的な音楽賞や音楽フェスティバルにも出演しました。彼らの才能と人気は世界的に認められ、数々の賞を受賞しました。彼らのパフォーマンスは視覚的にも魅力的であり、観客を魅了しました。また、ナンバー・アンダーライン・アイは国境を越えたコラボレーションも行いました。 世界各国のトップアーティストやプロデューサーとの共演や楽曲制作が行われ新たな音楽の可能性を追求しました。これにより彼らの音楽は多様な要素を取り入れながらも独自のスタイルを確立していきました。さらに n、no. ンバーアン Underline I は国際的なメディア出演や広告キャンペーンにも積極的に参加しました。彼らの個々のメンバーは ファッションブランドのイメージモデルや映画ドラマへの出演など、幅広い分野で活躍しました。その結果、彼らの知名度と人気はさらに高まりました。ナンバーアンダーライン愛の活動は、ファンだけでなく、音楽業界やエンターテイメント業界全体にも大きな影響を与えました。彼らの成功は、日本の音楽文化を世界に広める重要な一歩となりました。 彼らのグローバルな活動は多くの若者に夢と希望を与え異文化交流を促進しました。2024年はナンバーアンダーライン I が国際的なステージで輝き続けた年として記憶されるでしょう。彼らのパフォーマンスや音楽は世界中の人々に感動と喜びを与えました。彼らの未来の活動に対する期待は高まるばかりであり、 ますます多くの人々が彼らの成長と成功を見守っています。